小樽運河ターミナル、小樽運河ターミナルは、北海道中央バスが、北海道小樽市に設置する、商業施設。1922年に、三菱銀行小樽支店として設立された、ギリシャローマ建築風の4階建ての施設。現在は、北海道中央バス小樽第2ビルとして所有し、小樽市より、歴史的建造物に指定されている。2006年7月19日より、 商業施設とバス乗り場を兼ね備えた複合施設として活用されており、一般公募から選ばれた小樽運河ターミナルが施設名に採用された。施設内にバス停留所を設置しており、小樽市内の観光路線等が発着していたものの、2020年12月1日のダイヤ改正をもって当時乗り入れていた以下の路線が乗り入れを廃止、これにより、 小樽運河ターミナルに乗り入れるバスは消滅した。なお同日には併設されていた色な営業所も廃止、小田森車庫所在地へ移転している。本来は、以下の路線も小樽運河ターミナルに乗り入れていたが、2020年12月1日の時点では、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、休止中であった。このほか、小樽運河でのイベント開催時には、 札幌ターミナル行き高速オタル号も発着していた。施設近隣に本局前バス停留所が設置されている。上記のオタル運河ターミナルへの乗り入れ路線についても、オタル運河ターミナルへのバス乗り入れ廃止後は本局前停留所に停車するようになった。ありがとうございます。